日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目でお送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので、毎日聞いて、日本語の勉強に役立ててくださいね。さて、今日も皆さんに、結婚と関係のある言葉を紹介します。今日の一語は、ことぶき大社です。ことぶきというのは、祝うべきめでたいことや、言葉でお祝いするという意味の言葉です。それから、 とは会社を辞めることをを言います。会社を辞めるにはいろいろな理由がありますが一般的には職場や仕事が合わない場合など双方にとってあまり良い理由でない場合も多いですよねそれに対してこの言葉はおめでたい意味で会社を辞めるということを強調していますつまり結婚が決まって 会社を辞めるという意味で多くは女性の結婚に伴う退職について言うことが多い言葉です例えば「ジムの佐竹さん今月いっぱいで寿退社されるそうだ」「お世話になった上司に寿退社の報告をした」というように使います日本の雇用形態には大きく分けて 正規雇用と非正規雇用とがありますが、正規雇用の場合、企業の規模にもよりますが、会社から転勤、つまり違う地方へ引っ越しして、そこで働くことを命じられることも多いんです。また、正規社員の場合、8時間のフルタイムで働くことになるため、保育園や両親のサポートが得られないと、 小さな子供を育てながら働くことが難しい場合もあります。そのため、結婚して一緒に生活をするために、どちらかが会社を辞めて、パートの仕事を新しく探すということも多いんですよ。また、今では価値観もずいぶん変わってきましたが、日本には昔は特に、女性は結婚したら家庭に入って、 子育てや家族の面倒を見るものだという考え方がありましたから結婚が決まると,ことぶき退社という形で退職することが一般的でした今では共働きの家庭も随分増えましたしさまざまな働き方の選択肢も随分増えました会社と相談し部署や時間を調整してもらって寿退社をせずに 結婚後も同じ会社で働くということも多くなりました結婚に関係するおめでたい言葉ではありますが社会の変化とともにひょっとすると今後使われることも減っていく言葉でもあるのかもしれませんね最後まで聞いてくださりありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう良い一日をまたね